山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト。皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイ。はい、今日は山口県美祢市に来ております。さあ、こちらのね、美祢市で、そうですね、山口県で有名な唐揚げ定食を提供してくれるお店にやってきました。さあ、行ってみましょうか。まあ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 、皆さんご存知かもしれませんね、こちらお食事どころ山村さんになります。さあ、早速まずは、そうね、外観を見たところで、まずお店情報からちょっと見ていきましょうか。さてさて、営業時間かな、よし、これだ。営業時間は今こんな感じになっております。後ほどまたご紹介していきたいと思います。それではね、早速中に行ってみましょうかね。それではここを一回開けて、それでは皆さん行ってきます。チャンネル登録よろしくね。はい、店内はこんな感じの雰囲気でございます。さて、こちらがメニューになります。山村さんね、そう、どんなのがあるかな。さあ、これが有名な唐揚げ定食、ちょっと前回見たデータよりもお値段アップしておりますが、ご了承くださいませ。まあそんな感じでございますね。さあ、そして焼肉定食、刺身定食、アリーの丼物ですね。こちら丼物もあって、お、結構いろいろあるんですね。そして満腹丼なるものもございます。そしてあとはうどん、そば、こんな感じになっておりますね。うどん定食なんかもあるんですね。なるほどなるほど、お子様ランチもあるんだ。あとはね、一品ものですね、唐揚げ単品も頼めるようになっております。そしてお刺身も単品で頼めます。おむすびもある、そう、焼肉も。さあ、やってきました、唐揚げ定食になります。さて、こちらね、まずご飯ですね、ご飯と、あとこれ、まあね、味変ですね。そしてこちらはお味噌汁、唐揚げは7個ついておりまして、レモンが乗っかっております。そしてサラダとおしん、そして酢の物って感じでございます。さあ、それでは早速いただいていきましょうか。まずですね、こちらね、塩唐揚げみたいですよね、なんとなくね。さあ、それではまずはいただきます。おー、あ、結構塩が、塩味が効いてる塩唐揚げですね。なるほどなるほど。さて、そしてご飯をお口の中に放り込んでいきます。おお、もうね、唐揚げってね、もう本当に大好きなんだよね。さあ、そしてね、7個もあると味が飽きちゃうのでね、2つ食べたら次レモンをかけたやつを2つ食べて、最後はあのね、あれですね、そこのポン酢とからしのやつにつけて食べようかなと思ってます。さあ、それではこちらお味噌汁の方はお麩のお味噌汁でございます。わかめとお麩のお味噌汁いただきます。あー、なるほど、なんか味わい深いお味噌汁でございますね、これは。そしてこちらの唐揚げは表面サクサクっとしてまして、さあ、こちらまずはですね、こんな感じでつけていきまして、さっぱりとした感じで味わいましょうということなんですけども、実はですね、結構塩味が効いてる分、なんでしょうね、最初はね、良いっていうかね、すごく美味しく感じたんですけども、食べ続けるうちに最後らへん、人によってはちょっと塩辛く感じる可能性もありますね。僕はちょっと塩辛いなって思いました。そんな感じです。でもまあ味的には断然美味しいので、満足満腹でございます。マネさんの感想、山口県では塩唐揚げの名店でございます。来店者の9割が唐揚げを食べてました。途中で味変できるので飽きません。お食事どころ山村さん、場所は山口県美祢市美東町マナ2256、営業時間はご覧の通り、電話0839650413まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめなお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。
子供の味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。